丸山ゴンザレスの裏社会ジャーニーです。本日も皆さんと一緒に社会の裏側について勉強していきたいと思います。本日裏側をお話ししてくださるのはこちら朝倉さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。朝倉と申します。はい、今顔が隠れててわからないと思うんですが、非常に若い方です。現在、おいくつでしょうか？26歳になりました。はい、はい。若い感じとこのハキハキした感じから全く想像がつかないと思いますが、朝倉さん何をした方なのかと言いますと、本人の口からね、聞いた方がいいのかな、何をした方なんでしょうか？はい、仮想通貨の投資詐欺で25億円ぐらい、調達して、警察に逮捕されて今裁判中となっています。はい、まだ休憩前のタイミングですね。はいはい、だからこの先どうなるか分かりませんが、なぜ出てくれたんでしょうか？今回は。はい、今回自分逮捕されて現在保釈中なんですけども、これから刑務所ということになるんですけど、投資の詐欺全般であったりとか、仮想通貨の知識ない方、たくさんいらっしゃると思うんで、自分が起こした事件の内容とかを、解説して詐欺被害費減らしたいとか、実際加害者として、こういう目にあってっていうのを、どんどん発信して、はい、犯罪手を染めようとしたり闇バイトとか、っていうのも減らしていきたいなと思って、はい、出させてもらう決意しました。はい、朝倉さんに対する意見その他もろもろいっぱいあるでしょう。ただご本人はもう腹をくくって刑務所行きますと。で、裁判も受けてます。被害弁済とかも今はしている最中だし、示談も進めてます。やることはやった上で、ここに出て、自分のやってきた手口、そういったものをご自身の口から解説してもらうという流れで今回来ていただいております。で、今ねもやっと話してますけども、どういう事件だったのか、ちょっと話させてもらいます。これ読売新聞、2021年10月の記事ですね。見出しがですね、独自の暗号資産1130人に 15.8 億円相当を無登録販売、会社代表ら6人逮捕、国に無登録で暗号資産が販売された事件で大阪府警などは18日、投資関連会社ロービズ、代表取締役の山田大輝、暗号資産の開発者辻川浦、両容疑者ら男5人を資産決済法違反容疑で逮捕した。延べ1130人に暗号資産15億8700万円相当を販売したと見ているという事件なんです。このグループの中のお二人だったと。そうです。はい、はい。これどういう事件か、今ざっと読んだだけでも普段なかなか耳慣れない罪状ですよね。資産決済法違反容疑、これとかも、含めてなんですけど、要は仮想通貨のお話ということですか？そうですね、資金決済法なんですけど、資金決済法は、仮想通貨の取引所、とか取引の、行為を業的に行うことっていうのを、内閣総理大臣に届け出る必要があると。で、届けずに、交換行為をしていれば、その法律の、対象になると。つまりものすごく分かりにくいので分かりやすくさらに砕いていきたいんですけど、仮想通貨詐欺ってことですよね？そうですね、自分はこの資金決済法というのと、詐欺と、組織犯罪処罰法が、現在立件されてまして、この資金決済法っていうのはその仮想通貨を交換なんで、自分たちはビットコインを、集めて、でその詐欺である天ぷらのコインを交換として販売してたと。はい、で販売っていう形なんですけど、ビットコインもらってそのコインを送っているんで、交換にもなる、はい、っていう形で本来、自分たちがやってたつもりなのは詐欺の行為だったんですけども、まず微罪で逮捕して、で一件起訴して、そこから詐欺の調べが始まったっていう。そうすると、はい、ビットコインを、支払いでもらって、独自の仮想通貨を発行する。 その独自の仮想通貨っていうのは現金化というか、できないんですか？他の仮想通貨と。できないです。できない。つまり、この会社名、ロービズさんが、ロービズが発行してるだけの何にも使えない仮想通貨だった。そうです。で、その代表取締役含めてこのグループの人たちっていうのは、その入ってきたビットコインを売買したり現金化したりすることは利益を得てると。そうですね、ビットコインを現金化して、つまり変えられないものと交換しちゃってもらったやつを変えていく。これでもあれですよね、最先端の犯罪といえば犯罪のやり方ですか？はい、いえ、これはもう未株、未公開株とほとんど同じだと思います。まあ、要は下敷きになる犯罪があって、はい、それを仮想通貨でやっていると、はい、でこういう時によく出てくる ICO っていうのがあるんですけど、はい、ICO って何ですか？ ICO っていうのは、イニシャルコインオファリングで、を略した名前なんですけど、まあ、早い話が新規上場の仮想通貨を、上場する前のタイミングで極秘情報みたいな形で、販売するっていうのが ICO です。このやり方っていうのは、逮捕されない真っ当なやり方でもありえるってことですよね？もちろんそうです。株で言ったら IPO、で、証券会社とかから、資産家の人は声かかって、上場したら上がるだろう、株を買ってると思うんですけど、もうこれは仮想通貨バージョンで、これまあ、ビットコインみたいなこうチャートになる前に、1万いくらですよっていう形で、販売していくと。で、まあ、上場して、普通にプロジェクトを行って、収益がある、プロジェクトでしたら、株と同じように進んでいくんですけど、これ当然詐欺にも使えますと。で、株と違うのは規制とかがほとんどなくて、最近になって追いついてきましたけど、仮想通貨バブルの時は規制がほとんどなかったんで、もうコイン作って、ICO だよ、株のコインバージョンだよ、有名どころで言ったら、ガクトさんのスピンドルとか、たくさんありますけど。このコインの名前は何ていうコインでやってたんですか？アークキャッシュ、バイオメックス。このアークキャッシュとかバイオメックスっていうのを、出してるわけじゃないですか。それを交換しているって、そこまでは別に詐欺じゃないってことですよね。そうですね、交換してる部分は、詐欺じゃないと言えばないんですけど、このコイン自体が結局別にこっちも上げるつもりもないし、100万円集めたらもう100万円使っちゃう、みんなで仲間で分けてという形なんで、そもそもプロジェクトにお金を当ててない。もしこれを使ってその価値にコインに価値づけしていくってやってたら、いわゆる普通の仮想通貨の話になって終わりですよね。そうですし、例えば1億円集めて1億円キャバクラで使っちゃいましたと、で、調子がいいから2億3億10億集まりました。最後の1億で10億分のプロジェクトをやってる風にしとけば、ほらやったでしょということで立件はされないと思います。つまり投資だったっていうことになりますよね。でこれが詐欺として今回立件された理由っていうのは何がどう違うんでしょうか？本来だったら、形上我々も逃げれたじゃないですけどだったんですけど、テレグラムとかのやり取りが、警察の解析で全て出てました。つまり最初からそういうふうにコインに価値付けしたりとか、利益を還元するとか、そういうつもりがなかったってことはバレてしまったってこと。そのやり取りで全て出てました。でもこれ始めるときに、落としどころっていうんですか、どこまでいったら終わりみたいなことを考えてたんですか？だってこれ絶対バレるじゃないですか。そうですね。でやっぱ当時はサイトを海外から作ったりとかで、仮想通貨の上場先も海外で取り上にしたりとか、もっと最初の話で言うと、1億円集めたら、3割4割は使って6割で遊んどけば大丈夫だと、いろいろ考えてたんですけど、エスカレートしていくうちにもうそのお金も惜しくなってどんどん使って。じゃあもう仲間内ではもう本当詐欺をしてるんだっていう自覚はあったってことですか？我々はそうですね。末端の電話かけてる子たちが全員これ把握してるかは分かんないですけど、これがいわゆるオレオレ詐欺と一番違うところっていうのはどこにあるんですか？投資詐欺とオレオレ詐欺って、まず顧客の層が全く違うくて、オレオレ詐欺っていうのはもう判断能力がないレベルの70代80代もう場合によって90代に対して ATM の触り方を教えるとか、そういう形でもう分かんないまま崩していくという形なんですけど、投資詐欺ってなると、やっぱある程度話が分かる。でもっと言えばビットコインとかって言ったらもうスマホ触れないと話にならないんで、で我々は後で言いますけど、お客さんの集め方的に直接会ってとかセミナーしてっていう形じゃなくて、全てスマホ上でやってたんで、40、50代がターゲットになってます。40、50代でスマホ触れて決済とか全部スマホでやるような人じゃないとできないわけじゃないですか。そういう人相手にこういうことやったらどっかもっと早くバレそうなもんだと思うんですけど、いつから始めていつ露見したというか。コイン自体作ったのは2018年、で、販売がその2019年からなので、我々逮捕されたのが2021年の10月になります。だから2年半ぐらいは逮捕されなかった形ですね。途中でなんかその顧客が騒ぐみたいなことがあったんですか？俺も何にもならないじゃないかみたいな。ヤフー知恵袋とかでコインの名前を検索したら詐欺コインだから皆さん買わないようにとか、ヤフー知恵ツイッターとか2チャンネルとかでももう炎上してました。ただ炎上したらもう次のコイン作って、例えばアークキャッシュはもう捨ててバイオメックスに力入れて。バイオメックスも半年ぐらいやってたら炎上してくるんで、新しいのを作って。これ、自分の朝倉さん自身もやりながら詐欺だと自覚あったわけじゃないですか。そうですね。これどっかでこれ捕まるなって思ってたんですか？もうどっか逃げなきゃとかどういう心境でやってたんですか？捕まる可能性はあるなと思ってましたけど、その時テレグラムのやり取りが解析されないと思ってた。2018年9年のやり取りなんで、その時ってまだテレグラムが警察のソフトで解析されない、そういう扱いされてましたね。背景っていうかあったんで、起訴はないだろうと思ってました。じゃあ割とそこに関しては見立ては今になってみると甘かったっていう。そうですね。そこが、誤算でした。これをやるのに、特別な技術とかはいるんですか？っていうか、ある程度分かる人だったら、そこまで難しいことじゃないと思います。例えばこの間出てらした星野ロミさんとかからすればすごく簡単なことだと思います。ただ、技術的には簡単なんだけれども、やっぱりある程度判断能力があって人生経験ある方からお金を集めなきゃいけないわけなんで、プロジェクトの内容だ、金融的な知識であったりとか、その時の仮想通貨の流行り、どういったコインがとか、取引所に関連するものであったり、ダークウェブの関連するものであったり、そういう最新の情報っていうのは常に必要になるんで、そこ両方合わせ持つことが、求められます。さっき40、50代の人はよく買うっていう話ですけど、実際どんな人が買ってたかって顔を見るという機会っていうのはあったんですか？いや、一切ないです私は。だから、今回最初ガサ状持って家に来られた時も、全く何の件か分かんなくて、紙見てまず被害者の名前とか金額バーって出てて、俺これなんか間違ってると思うよっつって、でいろいろ罪状見たらリーダーの名前があって、あ、この件だ、そういえば俺誰も名前知らないからっていうので、もう初めて名前知りましたし、被害者の方、だから顔はもう一度も見たことない、誰も見たことないです。それは投資してた人たちの中で実際に儲かった人はいるんですか？いや、今回の件に関してはいないです。でもそういう顔の見えない顧客、儲けも出ない、それをどういうふうに勧誘したんですか、そういう人たち。私は仮想通貨の開発とか技術的な部分を担ってたんで、勧誘とかかけ子ではなかったんですけど、出会い系、ロマンス詐欺の形で、女性のふりをしてなんちゃらコインがあるとか、デート商法までいかない電話の感じですね。でかけ子も60人ぐらいいて、58人ぐらいはもう男だったんで、ボイスチェンジャー使って、女のふりをして、お金集めてたと。男ってそんなにチャラいの？チャラいってかちょろいの？あ、もうちょろいって言ったらだってボイスチェンジャーでしょ、分かんないもん。自分が聞いたら分かりますけど、やっぱ今回ターゲットとなってる人たちの年齢層ってデジタルネイティブじゃないんで、写真と、例えばLINE とか、この出会い系で音声とってなんかあんまりそういうの耐性がないじゃないですけど、まとめて来られるとやっぱ女性だと信用してしまうんだと思いますね。じゃあその出会い系サイトとか、アプリとかを使って集めていくわけじゃないですか、最終的にさっきの顧客が1000人以上っていう感じで出てますけど、そこまで増やすのって、増やしていくさなかってどんな気持ちなんですか？だってもう絶対返せない、儲からない人たちを1000人以上集めていくわけじゃないですか、どんな感じでやれてるんですか？普通に考えたら自責の念というか、責任感、いろんなものが積み重なって心は耐えきれなくなると思うんですけど、どんな感じだったの？まずお客さん、投資家がいて、で末端のかけ子がいて、でそこを統括する幹部みたいなのがいて、でその上にリーダー、はい、で自分はこのリーダーからサイトを作ってってお願いされて、まあ、お願いというか、まあ、一緒にそこの部分でやってて、はい、なんでもう自責の念っていうか罪悪感みたいなのが本当、まあ、ほぼなかったですね当時は。作業ただもう本当作業だし、まあ、コインの発注、コインを送っていくお客さんに対してっていうのは、私がやるんですけども、もう本当、はい、1000万売れたから1000万部送って、でもうゼロ何個打つかだけなんで、もうパッと送って毎日もう本当ゲーム、インベーダーゲームみたいにもうお客さんが、はい、500万の客、10万の客、2000万の客パパパってきたのに、もうメールみたいにどんどんどんってかけ子の子たちも、はい、特になんか心病んでるとかそういうことなく、ちょっと自分その末端の子たちと一切面識がないんで分かんないですけど、同じ場所でやってるんですか、はい、全然違う場所でそれぞれ事務所がいくつかありまして、ね、はい、じゃあ来てもらうは来てもらうんですね。かけっこに自分がいる事務所とはまた別なんです。別のところに来てもらうは来てもらう、はい、あ、そうですね、うん、そこで多分リーダーとかから端末とか、そのボイスチェンジャーのソフトとかを、うん、の、まあ、環境があって、そこでかけ子の子たちが電話してるっていう状態ですね。はあ、事務所とかだったらもう新宿のマンションの58階のなんか 4LDK とかのとことか、まあ、結構大きい事務所何個かありましたね。うん、じゃあそういう投資した人たちは儲からないにしても、はい、自分たちというか幹部連中とかはどれぐらい儲けてたんですか。はい、幹部に降りてくるお金が自分3割から4割だったって聞いてます。だから、1000万円のプレイヤーの子がいたら、まず幹部に例えば4000万降りて、そこからあと幹部と末端の子でまあいくらのやり取り。末端の子たちって、はい、メンバーはメンバーだけど中枢のグループじゃないから結構1日いくらみたいな、そんな感じなんですか。いや、そこまでではないですね。やっぱり成果報酬制で、日当とかそういう無駄もない、もう全てパーセントで管理されて、少ない子だったら十何パーセントでやってる子もいたと思いますね。はい、じゃあ儲かる人はもう数千万儲かるし、はい、まあパーセンテージでいっぱい引っ張ったら儲かる。そうです。会社としてはなんか勢いのあるベンチャー企業ぐらいのつもりのノリだったんですか。もうリーダーは、はい、もうそれなりきってましたね。まあ、港区とかにもいたと思いますし、本当周りにはそういうことやってるって、まあ、自分も含めて言ってないんで。もう本当若くてお金あって、うん、でまあ会社経営、まあ、一応会社は本当にやってるんで、もう会社経営してますだけなのってこう、どういうところ行ってお金使ったんですか。何を使いましたか。自分がほとんどお金使ってないです。もう貯めてました。絶対いつか終わるの分かってたんで、うん、ほとんど貯金して、まあ、海外旅行とかにある程度お金は使ってましたけど、はい、貯めてたお金って今もあるんですか。その連載したりいろいろやってるじゃないですか、はいはい、そういうお金から使うんですか。いや、この貯めてたお金っていうのが自分一回、まあ、強盗じゃないですけどちょっと事件があって、まあ、結構まとまったお金が1億もいかないんですけど、まあ、なくなっちゃったんで、一旦そこでお金はなんか一区切りやって、で今の連載とかは別で自分が貯金してたお金とかから切り崩してやってるので、まあ、今は本当カツカツの状態で。でも今のって、はい、構造からいくとだってパッと見お金持ってるかどうかわかんないじゃないですか。そうですね、はい、身内に狙われたとかそういうことはまあ、現金化の取引先でしょうね。あ、はい、から多分情報が漏れてる。はあ、じゃあもうこの世界食ったり食われたりみたいな話なんですけど、もう内部的には、まあ、よくある話ですね。これぐらいの数千万強盗とかっていうのは、はい、当然表に出ないですもんね。そうですね。朝倉さんってその話してると本当に普通の若者なんですけど、はいはい、今逮捕されたニュース記事とか見ても大体同じぐらいの世代の人たちが多いじゃないですか。そうですね、はい、その仮想通貨に限らず今そういうことをやる人たちのまあ、若年齢化というかすごい若返ってるみたいな話聞くんですけど、はいはいはい、ご自身の感覚肌感ではどう思うんですか。やっぱりなんだかんだでこうやって逮捕されちゃったりとか、まあ、下手打っちゃったりっていうのは自分らぐらいの年代が目立ちますけど、こういうのじゃないこうもっと巧妙な、やり方で似たようなやり方でお金集めてる人たちはやっぱ上の世代でもたくさんいるし、まあ、ゼロ2つ違う、まあ、1つ違ってきたりもしますから、まあ、マークス・ピントルもそうですね。全部が全部こう捕獲になってるとも言えないけど、まあ、昔みたいにこうオラオラしたやつはどんどん減ってるイメージですね。やっぱこう頭使えるこうノリでやってるやつとかはどんどんこう淘汰されて、まあ、自分たちみたいに大卒の子も結構いますし、そういう風な風潮はまあ感じます。ちなみにそのグループの中でかけ子も逮捕されてるんですか？かけ子も何人か逮捕されてますね。全員行かないのは何だろう？行かないというのは懲役ですか？いや、あんま懲役を含めて逮捕されてないっていうのは、関わった全員片っ端から逮捕されてるわけじゃないではないですね。かけ子は大体60人ちょっといたのかな、と思うんですけど、逮捕されてるのは10人ぐらい、だったと思いますね。でそこはやっぱり売り上げが大きかったりとか、被害者の方に弁護士ついてたりとか、やっぱ50万ぐらい騙されてる被害者もいるんで、で取り返せるか分かんない状態で弁護士つけたりっていうことはしない被害者もいてて、でやっぱ弁護士つけてちゃんとこう警察に圧かけてる、被害者の案件はかけ子まで逮捕されてたりとか。じゃあもうどの案件に関わったか次第ってことなんですね。そうですね。これ見た人に対してちょっとまあ警鐘を鳴らすって意味じゃないですけれども、まあ、最後にちょっと聞いておきたいんですよ。はい、どういう人をこういう投資詐欺ターゲットに選んでいるのか、はい、その基準みたいなものはありますか？まずこう投資詐欺っていうことでいうと、やっぱこう儲けたいとか楽して稼ぎたいみたいな気持ち持ってる人がやっぱり一番、話早いですね、こっちからしても。でやっぱまあこれ副業とかアフィリエイト、バイナリーオプションとか何でも言えることなんですけど、やっぱ楽して稼ぎたいとか、やっぱ簡単にもの考えてる、あとすぐ人の話信じるとか、なんだかんだやっぱ脇甘い、あとまあやっぱインターネットだけからお金払ってるわけなんで、まあ、そういうちょっと気持ちは。まあ、自分も似たような経験ありますんで、本当なくした方がいい、楽して稼げるみたいな話は本当にないですから、はい、という意味じゃいわゆるオレオレ詐欺の、被害者の人たちとはちょっと毛色は違う感じですかね。そうですね。でやっぱりその毛色も違いますし、金額もやっぱいちいち大きいんですよ。オレオレ詐欺ってまあ数千万やっぱりっていう事件も結構ありますけど、もう我々100万以下とか、もうほとんどこうもう、まあ、取れたら取るけど、もう100万以上何百万っていうのがもうそこからスタートなんで、でやっぱそこっていうのは、まあ難しいですけど、本当気をつけた方がいい。ちなみにじゃあ、そういう欲出したり色気を出したりすると引っかかりやすくなるっていう話ですけど、その他に引っかからないための注意点とかありますでしょうか？加害者目線から見て、こういうやつ引っかけにくいなとか、こういうやつだったら引っかからないのになみたいなのがもしあれば。まず何でもすぐ調べる、ネットで。で我々のコインが、まあ、一つ一つこう終わっていたのも、やっぱりヤフー知恵袋とかにまあ、悪口っていうか悪評書かれたりとかっていうのをもう調べずにとか、例えば天ぷらの会社の名前でなんちゃらかんちゃらリミテッド、まあ、例えばセーシェルとか、中国とか。でもう存在しない会社の名前をサイトに載せて、それでもお金集まっちゃうんですよ。代表の名前ももう適当な名前書いても、それでも1000万入金してくる方がいるんですよ。でこれってもうちょっとその国の、まあ、日本で言ったら法人番号国税局のサイトであったりとか、調べればなんとかなる話なんですよ。で、まあ、こういうところ何にも検証せずに大金投げちゃってる人がいてて、でやっぱ特殊詐欺、まあ、警察庁とかの発表でも特殊詐欺の認知件数とかで、まあ、毎年こう右から、まあ、還付金詐欺とかも含めた上がったり下がったりあると思うんですけど、まあ、数百億数十億、まあ、それぞれあると思いますけど、投資詐欺ってもうゼロ一つとか、まあ、多分認知件数、警察が受理してないとかも含めたのも次元が違う規模なんですよ。いろんな FX とかも合わせると。なんでまあそんぐらい騙される人も多いし、もう手を返しなお金、同じリストに対して仮想通貨だったら無理だったけど次 FX でかけてみようかとか、もうそういうこともあるんで、とりあえずもう仮想通貨に気をつけるとか、ロマンス詐欺に気をつけるとか、もう自分が言いたいのはそういうのじゃなくて、もうとにかく、楽して稼ぐとか、そういう考えは、まあ、自分もそういう考えを持ってこの事件を起こしてるんですけど、本当捨てた方がいいなと思います。わかりました。今の話聞いてると結局気をつけるしかない。それはわかるんですけど、だから気をつけれるかっていうと正直難しいですね。まあこっち側も手を変え品を変え、どんどんやっぱ進化していくんで、やっぱ泥棒と鍵師じゃないですけど、これに気をつけたらいいってこうピンポイントでのアドバイスって正直あんまり意味がないんですよ。まあ、甘い話、もけ話には気をつけようって話ですかね。そうですね、はい、ということで朝倉さんにいろいろ加害者目線から今回はいろんな投資詐欺について、お伺いしてみました。ありがとうございます。丸山ゴンザレスです。現在 DMM オンラインサロンで丸山ゴンザレスクラブやっております。そちらではですね、我々の仲間を募集してますんで、皆さんぜひご参加ください。YouTube では流せない裏ビデオだったりとか、それから、新しいアイテムの企画だったりとか、それから交流する、生配信、それからオフラインイベントなんかもいろいろ企画しておりますんで、ふるってご参加ください。